椎茸のハサミチーズ焼きの作り方です。玉ねぎはみじん切りにして、椎茸は軸を切り取ります。軸は捨てずに違う料理に使用してください。3倍濃縮のめんつゆ大さじ1を水大さじ1で薄めてよく混ぜたものを椎茸全体にハケで塗ります。ボウルに玉ねぎみじん切りと鶏ひき肉 80g、 おろし生姜小さじ1、塩、胡椒、醤油小さじ1入れてよく混ぜます。よく混ぜたミンチを椎茸に詰め込んでいきます。上にピザ用チーズをまんべんなく乗せていきます。乾燥パセリを振りかけます。200度に加熱しておいたオーブントースターで15分焼きます。チーズが焦げそうな時は上にアルミホイルをかぶせて焼いてください。完成です。とろーりチーズにふんわりとりつくね、肉厚の椎茸のタッグで最高に美味しいです。おかずにもおつまみにもなりますから、よかったら作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。